私は船長です。ちょっといろいろね、思うところあると思うけども、自己紹介をする前に、なんとこの船にはもう一人乗組員がいるんだ。おーい、どっちもネコン一丁し、どっちもネコン一丁し、ピーどうもピー、ピーハリネズミなんて激しいよ。イエーイ、ツアーズ、まずじゃあ紹介しようか。僕の名前はね、僕の名前は白玉デイビッド B だ。 B イエーイ、白玉デイビッド B って言うんだ。そして私の名前は白玉デイビッド B だ。 B デイビッド、いや白玉、お前の自己紹介分かったから、あ、俺の番だから。オッケー。いや、みんなやっと自己紹介言えるよ。私の名前はシャーティフィアのてめえ静かになったおお彼が白玉デイビッド B です。そして私が、スターギフ屋の覚えとけよ覚えとけよ名前自分の名前だろ。ちょっと乗客、スターギフ屋のロバート・ルイスです。よろしく。まあみんな気軽にギフちゃんって呼んでね。ギフちゃん、サンキュー白玉。ああ、一つ気になってる点があるんだよ。何？みんなの反響どう？見える？結構見てる。結構見てる。結構見てる。みんな喜んでくれてるのかな。動物虐待反対とかねモグラ叩きとかね。いや、彼は宇宙人だから。黒玉だろうとか書かれてる。黒玉どこが？いや、俺が？ギフちゃんが。俺かい。白玉は彼ですから。 あんまりひどいことするとな、宇宙船の窓開けちゃうぞ。赤くなっちゃってんじゃねえかよ。ちなみに今ので星取れたから。おお、もう一個取ろう。あ、もう一個取ろう。もう一個取るか。もう一個取ろう。もう一個取ってみよう。じゃあ行くぞ。マスキングテープじゃねえかよ。宇宙にあるから。マスキングテープじゃねえかよ。知ってるね、白玉。マスキングテープ知ってるよ。昔サッカーやってたろ。サッカーやってたよ、やってたんだよ、僕は。これでやるとテーピングでちょっとね、怪我しても動けんだよ。まあちょっとよろしくね。よろしく。ということでみんな、よろしく、スタイアのツアーズへようこそ。一緒に旅していこうよ。じゃあ行こう、発射するかい、まず。発射しよう。発射しよう。じゃあまず次なる星へ向かうよ。次の星はこちらだ。ギー右曲がるぞ、右曲がるぞ。最近の近況星。最近の近況星。いや、最近の近況さ、まあ、話していきたいと思うんだけど。はいはい。いや、今日 M1 行ってきたのよ。おお、もう早くもね、コメント流れてましたよ。流れてる。流れてました。ちょっとまだ俺結果見てないから。そうですよね。うん、うん、そのまあさっきまで地球にいたんだよね。なるほど。うん、ちょっと一瞬いなかった、ごめんね。宇宙船の中に。わかんなくなったらどっか行くなよ。わかんなくなったら宇宙船いなかったじゃん俺。うん、いなかった、いなかった。渋谷の、渋谷に行ってたよ。渋谷。うん、今 M1 でいう終盤の方なのよ。はいはいはい。1回戦のね。はい。で、地球人の石出っていう。地球人の石出ね。ケツデカ地球人がいるんだけど。おー、はいはい。ケツデカ地球人と一緒に組んで、うん、ボーイミーズガールっていうユニットで出たのよ。おー、なるほど。うん、で、まあそのアマチュアの人が多くて、はいはい、まあ、なんかその今年の1回戦で結構荒れてるみたいな聞くのよ。
なんかその普段受かる人が落ちたりとか。一回戦でですか。一回戦。ああはいはいはい。あと二三回しか舞台でやってないからさ、緊張してたんだけど、恥ずかしかったのがさ、M1 のエントリーフィーっていうのがあるんだよ。地球人のみんな。要はその M1 出るために、うん、ね、最初にこう登録料を払わなきゃいけない、ね。そうそうそう。それがまあ2000円なのよ。はいはい。一組ね、一組にして。一組に。まあ1000円ずつ、はい、ギフちゃんと1000円ずつ分けるわけじゃない、うん、もう家にお金がなくてさ、え、どういうこといやもうほんと朝一でね、はい、地球の水道の仕事して、うん、で、そのままだったからちょっとお金を下ろすタイミングもなく、うん、もうその銀行に行ったらそのお金ももうもうすぐ給料日までないっていう状態で、あ、でも本当にない、本当になくて、はいはいはい、あったのがもう100円玉、うん、もうチャリ銭100円玉が30個ぐらいしかない。いやもう何やってるんですか。だから石出にこれエントリーフィーっつって100円玉10個バラバラバラっつって、うん、何？いやまあまあ冗談だと思いますよね、うん、まずね本気だから、うん、本気だから、そしてもう怒ってちゃってさ、はい、パッて見たらお尻で100円玉挟んでて、いや、どういうその表現の仕方なんですか。怒りの表現の仕方。それは嘘だけども、まあなんか恥ずかしくて、うんうん、で、まあ結果はまだあれですけど、うん、そのいや、あれですけどってかもう出てるんですよ。出てんの。出てる出てる、だって出てます。聞いちゃった方がいいさ、ギフちゃんが知らないだけ。